F-15 戦闘機が着艦した映像を見て感動してしまいました。今回は、この護衛艦伊豆、物異例とも言える F-35 戦闘機発着艦認証試験の様子を詳しく見ていきます。アメリカパイロットの F-35 戦闘機の操作技術がすごいと、素直に感じましたね。いずもには、まだ、発着艦誘導システムが搭載されていません。これから搭載予定です。ここからも、異例の認証試験ということがわかります。2021年10月3日、防衛省がかねてより実施を行うと表明していた護衛、いずもへの F-35 ライトニング 2B 型戦闘機乗り発着の検証作業が無事に実行に移され、同庁や海上自衛隊の SNS 上では、その画像も公開されている。約2分間強の護衛艦いずも F-35B 発着艦検証と題された動画には、上空から飛来した F-35 ライトニング 2B 型が護衛艦いずもの飛行甲板に垂直に着艦する様子や、逆に短距離滑走で離れ艦していく姿を確認できる。今回護衛艦いずもがこの検証を行ったのは四国沖の海上であり、使用された F-35 ライトニング 2B 型は2機で、いずれも山口県の在日アメリカ軍の岩国航空基地の第242海兵戦闘攻撃中隊に所属する機体とされている。これに先立ち護衛艦いずもは2021年3月から6月に第1回目の航空母艦化改修を施されており、およそ31億円と言われる、その改修費の内訳は、F-35 ライトニング 2B 型運用に向けた飛行甲板への耐熱処理、加工が中心だった。これらに加えて、F-35 ライトニング 2B 型乗り発着時に使用する誘導灯の新規設置や、電源設備の増設、艦艇の通信アンテナ等を得、F-35 ライトニング 2B 型の発する高温の排熱から保護するシールド等の追加工事が施されている。また、同時に、護衛艦、いずもの飛行甲板には、これまで搭載するヘリコプター乗り発着用に、白い目印がペイントされていたが、今回へ、F-35 ライトニング 2B 型の離陸時の滑走場所を示す黄色のペイントも追加されている。今回の検証の対象機に、在日アメリカ軍の岩国航空基地所属の F-35 ライトニング 2B 型が用いられた理由は単純で、航空自衛隊が発注している同機の納入は、2024年度に最初の6機が行われる予定で、使用可能な機体を保有していないためだ。こうした航空自衛隊側が F-35 ライトニング 2B 型の10機を調達するのと並行して、護衛艦、いずも、デモリ、発着の検証作業を行う必要があり、日本側は、およそ12億円の関連経費を、2022年度予算に組み込み、これを充当した結果だと言える。同じく、2022年度の予算中には、護衛艦、いずも、用に、F-35 ライトニング 2B 型乗り発着を全天候で支援する。着艦誘導システムの約36億円の取得費用も含まれており、アメリカの軍需企業レイセオン社と同海軍も採用している装備だ。今回の護衛艦、いずもには、このレイセオン社製の着艦誘導システム、J パルスや F-35 ライトニング 2B 型の離陸時の滑走距離を確保するための飛行甲板先端の拡張工事は完了しておらず、2026年度内を目標に実施される。護衛艦、いずもの同型艦であり、2番艦である、加賀は、前者が、大きく2段階に分けて、これらの改修工事を定期点検に合わせて実施していることに比して、大半を一度に集約して行い、2027年度中の完了が見込まれている。さて、護衛艦、いずも、の今回の F-35 ライトニング 2B 型戦闘機、
乗り発着の検証についてだが、公開されている SNS 上の映像でも確認されるように、好天にも恵まれ、着艦誘導システムなし、従来の飛行甲板でも問題はなかったようだ。よって緊急時であれば、現状の改修工事途中の段階でも、基本的な F-35 ライトニング 2B 型の運用は可能とみなしても良いと思われ、その意味では、日本にとってもアメリカにとっても、運用上の第一段階は成功と言えるだろう。実際には、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するためには、艦艇自体をアメリカ本土の基地に開港し、そこでアメリカ側からの最終的な認証を得る手順が必須となるが、おおむね順調にスケジュールにのっとった準備が進行中だと映る。こうした動きと連動して、やはりと言うべきか、在日アメリカ軍の岩国航空基地の在り方に異論を唱える同志の一部の住民らが、岩国市役所を嘆願に訪れ、担当者に対して文書で申し入れを行ったことも報じられている。この岩国市の一部住民らは、在日アメリカ軍の岩国航空基地における F-35 ライトニング 2B 型の運用について、今回の護衛艦出雲での検証作業を起点として、将来的に同艦への艦載機化が常態化することを問題視しているようだ。つまり、イギリスの航空母艦クイーン・エリザベスが自国空軍とアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型を運用する飛行隊の共同運用を行っているような状況を危惧しており、岩国市への事故や騒音の被害の可能性を唱えている。前述のように、日本の航空自衛隊が F-35 ライトニング 2B 型の納め入りを迎えるのは2024年度内が予定されている状態だが、こうした岩国市の一部の住民は、そこではなく、あくまでアメリカ軍と護衛艦出雲の協調の危険性を訴えている。日本の航空自衛隊が F-35 ライトニング 2B 型の最初の6機を調べ、探知するにあたっては、配備先としては、宮崎県の新田原基地が、最有力候補地として浮上してきており、多分これについても今後反対運動の本格化が起きるのだろう。多分この時には先の岩国市の一部の住民とニュータバル基地への F-35 ライトニング 2B 型の配備反対を唱える勢力との共同戦線が展開されるのだろうが、どうもそこで訴えられる懸念点というものが個人的には釈然としない。F-35 ライトニング 2B 型の配備が進めば、それによって騒音や事故が市民生活に重大な被害をもたらす恐れがあると主張しているようだが、これは同機が欠陥機であり、騒音も従来の戦闘機より激しいことを前提としているように聞こえる。実際にはアメリカ軍の統計上からも F-35 ライトニング 2B 型が重大な事故を引き起こす可能性の高い機体であるなどの客観的な数値はなく、騒音に関しても従来機よりも格段に大きくなっているという報告もない。そもそもアメリカ軍が新型の輸送機 V-22 オスプレイの配備を始めた際にも、事故の多い欠陥機だと決めつけた、全く客観性を欠いた主張が反対派から出され、あかたも危険な機体を日本が押し付けられているかのような印象操作が目立った。こうした反対派が自身の信ずるイデオロギーによって、そうした不正確で主観的な意見を繰り返すことは、ある程度予期できる活動であるとも言えるが、問題の本質を全く捉えていない的外れな点こそが最大の問題だろう。
あえて言えば、軍隊の本質は確かに人命尊重ではないが、そこにおける装備品は想定する行動に支障が生じ、それによって余計な手間がかからないように、予算上から最も合理的でリスクの少ないものを選択するのが原則だからだ。2021年9月に20年にも及んだアフガニスタンへの派兵をアメリカが中止し、完全撤退に踏み切ったのも、経済的な合理性の観点から考えても、派兵に見合うだけの利得が得られないと判断したためで、人道的な理由などでは全くない。第二次世界大戦の終結以降、大国同士の正規軍による直接的な武力衝が減少したのも、決して人類が戦争の放棄を希求したからではなく、それを行うことで得られる利益が投資額に見合わなくなったことが最大の理由だと今一度知るべきだろう。